ちょっと見つけて笑っちゃったコントと音楽ボリューム4、今度こそアイラに出演する落合元樹です。前回ボリューム3のコントと音楽に出させていただいて、皆さん初めてのコットンクラブだっていうところもあって、お客さんとの距離感だったりとかどんななんだろうねっていうのを結構稽古場で話したりとかしてて、いざ入ってみたら、自分たちだけじゃなくてお客さんと一緒に作っていくもんだな、改めて舞台っていうのはエンターテインメントはっていうのをすごく感じて、あとやっぱりご飯食べたりとかお酒飲んだりして見てもらえるっていうのはすごい自分的にも新しい環境で芝居をできてるなっていうふうに思って、あと個人的にはすげえ友達が喜んでました。楽しかったって言ってました。またそうやって、ボリューム4の方に出させていただけるということで、前回分かってるっていうところがあるので、またグレードアップしたところを目指してみんなでこれから作っていくと思うので、